2012年8月11日、突如としてこのような書き込みがなされた。今さっきの修羅場。今月で19になる私と3ヶ月になる子の話。子が寝てる隙に買い物へ、徒歩1分だからいつも寝てる隙に素早く済ませてる。そのせいか、今日いきなりパートのおばちゃんが私の腕をつかみ。いつも都道府県やけど、やましいことしてるんちゃうの？とか言ってきた。買い物終わって早く帰ろうって時だから思わず、何も悪いことはしてません。話してください。って言ったらおばちゃんがブチ切れた。そのまま奥に連れてかれ、やばいと思ったので荷物とレシートを出して照合してくれって言ったら見事一致、何もおかしくはない。よかった帰れるって思ったらおばちゃんは、いつもいつも慌てて店を出てる。何かやましいことをしてるからだ。たまたま今日はしてないだけかもしれない。もしかしたら売り場でいたずらをしたのかも。ようやくしたらこんなことを言ってきた。子がいつ目を覚ますかわからないので。子が家で寝てるんです。起きたりしてたら危ないんです。何もなかったんだから帰らせてください。でもパートのおばちゃんは嘘吐くなとか言ってくる。だんだん子が吐いたりしてないかとかギャン泣きしてないか不安になってきて。もうおばちゃんに構ってられないと帰ろうとするとおばちゃんが腕を掴んでくる。無理やり引き離そうにもかなり強く掴んでる。突き飛ばすわけにもいかない。この安否が不安で泣き出すとおばちゃんは、罪悪感で泣き出しても遅い。あんたみたいな若い子は本当にダメなのが多い。泣けば許すと思ってんのか。とか言い出す。ちなみに、もう一人社員のお姉さんがいて、おばちゃんを止めようとしたけど無意味。我慢できなくなり、子が死んだらお前を殺してやる。あの子が死んだらお前なんかめちゃめちゃにしてやる。と泣きわめいてたら、外に出ていてもう一人の社員が来た。その社員は夜に旦那と一緒に子を抱っこして店に来てるのを何回か見てたので、慌てておばちゃんに子がいるのは本当だから話してやれと言ってくれた。いつも10分ぐらいなら泣かないが、20分以上放置してたからか、子供はギャン泣き、布団が涙で濡れてた。ついてきた社員のお姉さんは必死に謝ってくれたけど、あのおばちゃんは絶対許さない。ご主人と一緒に正式にクレームを入れてください。本社にも。19じゃまだ未成年だから親御さんと一緒にクレーム。腕をつかむって警察沙汰になりかねないと思うんだけど腕は大丈夫だったの？正式にクレームというか、泥棒扱いされたんだから名誉毀損で訴えられる。スーパーの捨て際は警察もんだけど親のドキュンぶりはまた別だな。初級校を置いて行ってたってことでしょ？その間に子に何かあれば母親が責められるような問題なんだけど。ほらね、こういうママがいるから、その部分はうまくやらないと。でも実際ミルクをついてほっといたら窒息ってこともあるから赤ちゃんだけ置いてっていうのはまずいと思う。そこだけ見たら叩かれても仕方ないことだよ。これに懲りて置いていくのはやめた方がいい。さっきまで誤解を解いてくれた社員さんが来て、店長にも本社にも報告する、後に謝罪にも来ますって言ってくれました。パートのおばちゃんは私は悪くないってわめいて帰ったらしいです。クレームとかについては旦那が帰ってきてから相談します。腕はちょっと赤くなってるので、一応写真撮っておきます。今後は子を連れて買い物に行こうと思います。子を置いて行ったことに関しては、社員さんが言った後おばちゃんが、子を放置するなんてこれだから若い子は。とか言い出してましたね。車で移動な時が週1ぐらいあって、その度に夜泣きがひどくて朝早い旦那が困ってたんで普段は家に残してたんですが、目を離して危ない目に遭わすより、多少泣かせても無事な方にします。自分も一回もコンビニにさっと行ったりするよ。気にするなぁ。子を置いていくことに関しては、本当に今回怖い思いしたので二度としません。以前から母に、気にせず自分も呼んでくれ。孫が疲れて夜泣きするぐらいなら飛んで行って。あんたが買い物してる間に見てるから。と言ってくれてたので、たまには母に甘えたりしつつ子を一人にしないようにします。まあ、これから気をつければいいことだし、反省できる人は成長するよ。おばちゃんみたいに、反省できない人は退化する一方だからね。赤くなってるなら病院に行って診断書をもらってきた方が後にこじれた時にいいかも。自費じゃなくても第三者請求っていうのができるから診察には保険証使えるからね。しかし証拠もないのに何なんだろうなそのおばちゃん。なんとかなく自己紹介をつ、と言いたくなる。あと、自宅を知られないよう注意。でも徒歩1分やかなり絞られるけど。正義中がその、歪んだ、正義感により仕事を失ったら、逆恨みで何かするかもしれん。子供に危害加えて、ほら、言った通りになったでしょ。とか。報告はできたらいいんですが、さっき書いたのでもちゃんと書けてるか微妙なぐらいなんで、書けても過剰書きになるかと。
病院には母に相談してからにします。話し合いには旦那の両親が自営業でトラブル経験してるだろうから頼んでみます。旦那は冷静に切れるタイプなんで多分大丈夫かと。できればこれ以上修羅場にならないことを祈ってます。家自体は店から見えるので心配ですね。社員さんもまさかこんなに近いとは、と驚くぐらいなんで店の駐車場からはベランダが見える立地なんでバレやすいです。古いアパートで子がいるのはうちだけだし、突されたらドア壊されそうだな。無理しなくていいんだからね。あまり書いてみバレするのも心配だし場合によっては警察が入ったらあまり公言しない方がいいからほどほどにね。前から見てたって言ってるんだし、目つけてて、若くて可愛くて幸せそうで昼間から優雅に買い物とかキーとか思ってたのかもねえ。イチャモンつけられる日を待ってたんだな。前から目をつけてたことに関しては引っ越してきたばかりで見知らぬ人間だからかと。だから子がいるって言ってくれた社員さんも覚えてくれましたし、一応ちょこちょこフェイク入れたり書いたりしてない部分はあるから見バレはしないかと。もし矛盾あったらすみません。二日後修羅場すれでパートのおばちゃんに万引き犯と決めつけられ、疑いが晴れても返してもらえなかったものです。昨日社員のお二人と店長さんが謝りに来てくれました。店長さんが、公にはできればしたくないので示談でお願いします、あのパートは辞めさせたので店に対してはというので、旦那と決めていたこと、店にはもっと店員に指導をお願いしますとだけ言いました。店長さんが封筒を渡してくるのはできれば拒みたかったんですが、旦那がもらえるもんはもらっとけと言ってたのでありがたく頂戴しました。で、おばちゃんは辞めさせられたけどかなりうるさいです。簡単に家がバレて突されました。息子さんと一緒に突してきて、最初は謝りたいなのでチェーンかけて対応したら、突然おばちゃんがチェーンを掴んでガチャガチャ鳴らし、わめき散らしてきました。ようやくすると、お前のせいで仕事がなくなった、私を騙した、私に慰謝料を払え、私をベビーシッターとして雇え、などと言ってきました。息子さんは、母を騙して楽しいですか？母がかわいそうだ、母に仕事を与えてくれ、と言ってきました。やっぱり突されたのか。支援。息子にも都合いいことだけしか説明してないんだろうな。呆れながら携帯のボイスレコーダーを起動してたらいきなり、ああ、子供が、ごめんなさい私たちが悪かったから、子供を叩かないで、とか言い出しました。そこでイラッときて思わず、なんでこうしばかなあかんねん。こうしばくぐらいならお前らどつくわボケ。謝る気がないなら帰れ、とドナルド。おばちゃんは、年長者に向かってなんて口を、やっぱりこれだから若い子は。そっから言い合いになり、子が泣き出したので、もう付き合ってられません、子が泣いてるので帰ってください。と、ドアを閉めて子をあやしてたらひたすらドアの前でわめく。そこに、同じアパートに住む自治会長さんが帰ってきて二人を怒ってくれました。自治会長さんはうちの子と私を可愛がってくれてるので完全味方でした。二人はしぶしぶ帰ったそうですが、親子揃ってめんどくせえ。ちなみにおばちゃんがいきなり子供を叩かないでとか言った意味はわかりません。第三者が聞いた時に、イッチが虐待してたっていう嘘の記録を残したかったからだろうけど、ババア唐突すぎる。しかし家が割れてると面倒だね。封筒いくら入ってたの？それ警察に相談してもいいかもね。だって要求がエスカレートしてゆすりとか恐喝の域にエスカレートしてるもの。子供何歳くらいだった？封筒の中は10万でした。せいぜい5万と思ってたので母に電話してすぐに銀行に行き、子名義の通帳に放り込みました。お金をもらったとなると店に行きにくいからこういうのは好きじゃないんですけど、みんなもらっときというので一人ここでも修羅場です。携帯で操作したからボイスレコーダーわからないと思ったんですが、わかったのか。店長さんには後から電話しました。必死に謝ってくるので申し訳なかったです。警察には交番が近くにあるので自治会長さんと二人で見回りお願いしてきました。息子さんは25ぐらいかと思います。あんまり人の年齢見分けるの苦手なんで多分ですが。できることなら早く引っ越した方がいいよ。もちろんババアに見られないようにね。決まる害は相手にせずに自分たちが逃げた方が得策。たとえ夜逃げみたいな形になっても。引っ越すなんてムカつくよね。そんなババアのために。早く警察行ってきなよ。ババアの名前も住所もわかってるよね。被害届でしな。とりあえず実家に避難しておきなよ。古いアパートって言ってたから最悪ドアとか窓とか壊されて侵入されるかもしれないし。ドナルドにはロタ。引っ越しに関してはもともとお金が貯まったら地元の県営住宅に応募して帰るつもりだったので検討中です。
母と旦那はおばちゃんが何かしないかよりも私がキレて何かしないかが心配みたいです。前にやらかしてからこのためにと落ち着いて対処してるんですけど、突された時にちょっとキレちゃったからやばいですね。店の話はまた旦那が帰ってきてからにします。お金に関しては消極的になりやすいので私なら断ってしまいそうで。実家には母が帰っておいでと言うし、旦那も危ないから実家に行きなというので夕方に母に迎えに来てもらいます。家は自治会長さんとおまわりさんが見てくれるらしいので。ドナルドってなんだろうと思ったらミスってました。すみません。ドナルド、です。わかってるから大丈夫です。切れたドナルドを想像してしまったので。一瞬何かの援護かと思った、ドナルド。ドナルドってキャラ以外知らないな。そんな言葉があるんだ。どういう意味なんだろって思ってたら。チンピラみたいに怒ならないで嘘泣きでもしといた方が周りに同情されやすいよ。本当にあんな口調で言い返してるなら、あの若い子も相当柄が悪いし、実際に何かしたのかもね、と言われかねない。世の中ってそういうものだから。翌日、一致からの続報が上がります。こんにちは、進展があったので来ました。朝、自治会長さんがドアの前に来たら絵の具がぶちまけられてたらしいです。そして、母と忘れ物を取りに行ったら手紙が入ってました。要約すると、許すなんて意地の悪いことをするな。あんたじゃ子供はまともに育てれない。私が日給1万で優秀な子に育ててやる。あんたはここから消えろ。私に謝罪しろ。罪を認めろ。他にも普段の素行がうんぬん書かれてました。おまわりさんに言うと脅迫罪に当たるのでさっさと捕まえちゃいましょうってなりました。詳しいことは省きますが、最終的に警察署で待機してると旦那さんが来ておばちゃんと息子さんをしばき倒したらしいです。被害届は遠慮なく出してくれと言われ、慰謝料も払うと言われました。で、あちらが引っ越すらしいです。ちなみに旦那さん、ちょいとずれてて、誠意はお金で見せる。とやたら渡してきます。でもお金払えばいいんだろ、な感じではないので困りものです。でも一応解決、ですかね。ちなみに関西弁ですが、私の地域では晩秋弁という関西弁に近いけど方言自体が乱暴と言われているものです。私の、なんでこうしばかなあかんねん、というセリフだけ言ったままにしました。地域が特定しやすいですが、私はそこに岡山と広島の方の方言も入り混じってるので晩秋弁だけ、ではないのでちょい異色です。おつなったね。被害届は絶対なしなよ。一致さんも引っ越しに一行。検討していたって県営への入居も、慰謝料を資金にして前倒していいんじゃない？その吉星、これまでも何度かやらかしたんでないの？旦那さんの対応が慣れているっぽいし、あちらが引っ越した後、なんとか隔離してほしいわ。接近禁止命令みたいなのあるから、それもだしな。引っ越しはまず県営に当たらないといけないのでドアだけちょっと頑丈なのに付け替えることになりました。費用はあちら持ち。接触禁止はもちろんですが、前科持ちだったので数年だけど塀の中です。その間には確実引っ越しはいけるかと。息子さんは旦那さんに怒られると、だって母さんがこうしないと嫌いになるよって。と重度のマザコンっぽい発言。もしくは軽度の知能障害なのかな、と感じました。あくまで予測ですが。救いようがないアホと思ったら救う価値もないアホでした。うわぁ変化持ち。マジ聞きなったんだね。心底おつ。息子さんも塀の中。それともおばさんだけ。息子さんだけでも外に出てたら、面会とかでおばさんにまた入れ冷えされて、また来ないかな。息子さんは旦那さんに叱られた後泣きながら謝ってきました。上司がひどくてやつあたりも入ってました。ごめんなさい、とちゃんと目を見て謝ってくれたし。この頭を撫でながら、ごめんね、と言ってくれたので多分大丈夫かと。一応接触したらアウトにはなりました。そこであまりほだされない方がいい。今は塩らしい態度とってても何かのきっかけで基地スイッチが入って老変して。お前のせいでママンがー。って襲撃してきたらどうすんの？くれぐれも油断禁物よ。ほがされたわけではないですよ。ちゃんと、次に近づいたら問答無用で無所に放り込むんで反省してるなら生涯私とこの前に現れないでください、と言ったんで。旦那とこが何よりも大事なんで、旦那に心労を負わせたり子にストレス与えたりした相手は大嫌いです。なあ、多分大丈夫。なんて書くなよ。そんな低い気文句つけるなよ。だって何か危なっかしいんだもん。おばちゃん心配だよ。すみません紛らわしいですね。態度見る限り大丈夫そうだな。だけど許してないむしろ嫌いだから近づくなって感じです。あそこまで言われて近づくやからがいるなら正真正銘のバカかと。
きマルガイはこっちが思ってるより斜め上に買っとんだ謎の思考で襲ってくるからその辺だけはぎゅうぎゅう気をつけてね。みんな見守るおばちゃんになってるんだな。おじちゃんもいるぞ。ちなみに、前科については関わりたくないので聞きませんでした。ただおばちゃんが。だってあの子同じだった。取る時の仕草が一緒だった。あそこまでして取ってないわけがない。とか言ってたのでもしかしたら、かなとは思ってます。周りの方が優しいので本当に助かります。ここの皆さんのおかげで落ち着いて対処できました。ありがとうございました。あなたたちみたいな方は大好きです。なんつって。では子にチューしまくってきます。おじちゃんにもチューしてくれるかな？おじちゃんは5キロメートル以上離れたところから見守ってください。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。